勝負とは光を継ぐもの。ロープレファンに大好評のメガロープレプロジェクトにさらに新たな伝説が生まれる。それがこのストーリーオブとは光を継ぐものだ。このストーリーオブとはでは500パターンものアニメパターンがあり、流れるようなアクションが展開される。アクションロープレならではの緊張感あふれるゲーム感覚をふんだんに楽しめる。画面いっぱいに広がったビジュアルはキャラクターも見やすく迫力満点。もちろん装備やアイテムなどをゲーム中に交換することも可能だ。このストーリーオブトアでは精霊を召喚することによって特殊攻撃を敵に与えることができる。またこの精霊はプレイヤーが操作する以外に自動的に主人公を守ったり敵を攻撃したりすることが可能なんだ。心強い味方だね。主人公の攻撃も剣によるものからローキック、ジャンプキックと多彩。さらにコマンド入力により必殺技も繰り出すことができるんだ。大きめのキャラクターが滑らかに動く迫力のアクションロープレ、ストーリーオブとは光を継ぐものは12月発売予定です。